街中発掘期間、こんなのこう沖縄行こうかどうかどうか、夜はすごく晴れてます。ここが結構飲まれる感じ。じゃないですよね。ルシファーです。ルシファーが復活しました。あなたは誰ですか？私の名前は、タガミオリジナルと言います。はい、ルシファー2号ということで、今回応募いただいたタガミオリジナルさんです。ルシファーさんのチャンネル面白くないですよと、喧嘩売られたんで、考えた面白い企画をさせてくださいということで、今日考えてきてもらった企画は何でしたっけ？街中発掘か。おー、面白そう。どういう企画ですか？今、サービス町の大久保公園。大丈夫か？こんな立ちんぼ前で撮って。いや、ここ立ちんぼの聖地ですよね。実は、東京に、大体何人に1人ぐらいですか？200人に1人ぐらいじゃないですか。全然ダメですね。本当は20人に1人なんですよ。20人に1人統計上ですけど。へー。ただじゃあ実際にチャンネル視聴者の方で、もうあちらからナンパした方いて引いた経験ってあんまないと思うんですよ。僕の視聴者はまずナンパしないです実際本当にどんぐらいの統計データあってどっていうのを知っていこうというわけでございます。おー、今までのルシファーチャンネルと違うぞ。何するんですか今日は。そうそう、こんなのこういきなり声かけるかどうか、ピンとってインタビューしております。どう失礼や。今日は女の子に今まで行ったお店の悪口言ってもらおうと思います。すごいな、すごい喧嘩売ってるやん。え、声は僕かけないですよ。それは、られないの間違いじゃなくて。めっちゃ喧嘩売ってくる。いや、ちなみに、相模さん、やっぱすごいっすよ。今日初撮影じゃないですか。はいはいはい。この仮面つけて外で撮影できる度胸がすごいっす。後ろちょっとやばいことになってます。気づいてます？超マークされてるっす。はい、ということで早速、行っていきましょうか。行きましょうか。では早速公園の前ですか。武器も手に入れたんで。てか職質されたんですけど、通報されたじゃん。本当に。ほんまに。とりあえず大久保公園。そうですね。ここは案内をさせていただくと、はい、神保っていうことで、お店には所属されてない業を営まれてる方々の場所ですね。いきなりそんな奴らにインタビューするんですか、ね。所属はしないかもしれないですけど、面白い話はあるかもしれないし、はい、昔所属してた時はいるかもしれないんで、ここブルーって知っていこうと思います。ただ基本冷たいです。じゃあやらない方がいいでしょ。無視される僕の勇姿を見てください。いや、通報される身にもなってください。じゃあ早速ですが、そのインタビュー OK って言ってくれた方いましたので、カメラ回させていただいてます。最後の雨に濡れたいよ。何さんって言われてたんですか？クレハさん。ルシファーチャンネル言うて、まあ、ゴミみたいなチャンネルなんですけど、風俗系 YouTuber ってご存知ですか？すごいっすね。ちなみにルシファーチャンネルって聞いたことはあります。おお、嬉しい。今日は街頭の中にちょっと夜の仕事をされてる方いますかってことなんですけど、夜の仕事はされてますか？はい、最後の雨に濡れたいように。何の仕事されてますか？はいはい。夜のお店で働いてる方って、ポスト好きやーって言ってる方いるじゃないですか。稼いだお金とか、ポストは行ったことは、溜まってるお尻さんとは、います。おー。遊ぶとき結構どういうとこ行かれますか？出稼ぎらしいとか。出稼ぎ行って、嫌な思いしたり、この店嫌いやっていうところあったら教えていただけますか？ラッピーとか、ストックとかで、半分以上給料から減らされる。そんなとこあるよ。どこのお店ですか？ロス店で言えば、神奈川です。神奈川の店。福岡も給料と減らされて、どれぐらい稼げました？2週間働いて、10弱です。おー、最後のラスト質問させていただくんですけど、まあ、今僕、底辺チャンネルの YouTuber が雇用させていただいてると思うんですけど、もし仮にじゃ僕が教えてくださいって、それはありなしですか？ありなんや。ありがとうございます。ありいただきました。お食事中やったんですけど、ありがとうございます。夜の仕事とか、夜やってないです。やってないですか？世界が終わるまでは。でしょ。お前失礼やってほんまに。ごめんなさい。ちなみにジュキヤさんとか見たことありますか？あ、あります。ああいう感じです。あなたの黒歴史的なやつなんかあったりします？マスクなんもないかもしれない。え？畑の失敗がない。歌舞伎にいることが黒歴史。世界が終わるまでは。歌舞伎イコールホストみたいなとこあるじゃないですか。失敗した体験とかもないんですか？ハプゲロとかそういうこと。なんですか、ハプゲロって。席で。はい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 。言うてその人。いろいろと教えていただいてありがとうございます。すいません、なんかこんな感じで。風俗系 YouTuber って分かりますか？分かんないですか？簡単に説明させていただくと、こういう風に歌舞伎の夜の世界のインタビューをしたりとか。してないよ、風俗系 YouTuber は。ちなみに普段は彼がやって、今日僕が初参加したんですけど、夜の仕事はされてますか？してないです。ありがとうございます。何さんの今日来たんですか？はい、はい。今まで夜系の仕事一切したことがない。今日は歌舞伎にどういう感じで来た感じなんですか？あ、本当に恋を。婚欲？トー横界隈。トー横界隈僕はあんまり理解できてないんですけど、ざっくり言うとどんなんですか？トー横の方で集まってお酒飲んだりとか。へぇ、結構飲まれる感じ。え、ちょっともういいじゃないですよね。大丈夫ですか？でも別に何かしてるわけじゃないですから、インタビューしてるだけだから。今までこの街では何でもいいんですけど、やらかした黒歴史を教えてください。ほっこり言ったことはないないやろ。何かあれば。人とやったことはない。これは
カットよ、お前。これどうしよう、流せるんかな、カットかな。どうなんやろうな。どこで出会ったの？やっば。え、ちなみに当時お姉さんいくつで、相手はいくつだったんですか？つい最近やったばっかり。おお。やばい。今おい大丈夫かこれ。相手が多分こんなん使えるかよ。ハンプ中のねリアルってことで。ありがとうございます。大丈夫です。すいません、ありがとうございます。これ最後にですか。仮に僕がノーで。ノーで。残念。頭悪いかお前。